雲海がとっても綺麗です。こいつは天空の林道じゃないか。天空の林道見えたぞ。おはようございます、小粒です。本日は高知県仁淀町からのスタートです。昨日ね、石鎚山登ってかなり体力を使ってしまいまして、ただね、その下山した後70キロ走ってこの下名の中津渓谷付近までやってきてキャンプを張りました。今日は天空の林道に行きます。天空の林道というのが明神山っていうね、山にあるもう標高の高いところをずっと行くダート道があるんですけど、オフ車で行く方にはかなり人気の有名なスポットなんだそうです。ただ私はこのバイクなので、天空の林道自体を走るわけではありません。その明神山の山頂からすごい綺麗にね、その林道を眺めることができるらしく、すごい綺麗なビュースポットになっているらしいので、そこまで向かいたいと思います。でね、そこに行くまでの道が一応舗装はされてるんですけど、かなりね悪路らしくって、車だと本当切り返しがいるぐらいのヘアピンだったりとか、いわゆる国道ってやつですね、地図には載ってないそんなところに行くので、今回はですね、荷物を全部置いてった方がいいということで、できるだけ近くのキャンプ場に、昨日頑張って走って泊まって、荷物を置いたまま山頂アタックしに行って、でチェックアウトの時間までに撤収できるように戻ってこようと思います。はい、というわけで早速行ってみましょう。今日も元気に行ってきます。はい、というわけでキャンプ場を出発して、まずは吾妻スカイパークというところを目指します。地図に出ているのはそこまでですね。そこから先が結構な悪路で、地図にも載ってない道ということになります。昨日ね、テントの中で調べてたら、この吾妻スカイパークにもキャンプ張れるっぽくて、もっと近いところに泊まれたんじゃんって思ったんですけど、今私が泊まっている夢の森公園キャンプ場ってところから5キロぐらい、約10分ちょっとなので、まあよしとしましょう。すでにね、中津渓谷のあたりからずっと細い道が続いています。と地元の人しか通らないかなって感じの、こんな感じで結構狭い道ですね。荷物を全部テントの中にぶち込んできたんで、もうめっちゃ軽いです、バイクが。まあ、軽くてもこけるときはこけるんだけどね。ちょっとゆっくりと行こうと思います。はい、吾妻スカイパークに着きました。ここから上がっていきます。すごい綺麗なとこだね。さて、あの上を目指していこうと思うんだけど、雲張ってるんだけど、これ大丈夫か。道なき道に入りましたが、確かにこれはやばいね、怖い。もう砂利とか土砂とかが流れてたり、ガードレールもないで、これはすれ違うのめっちゃ怖い。うわ、緊張するな。これ木の枝とか落ちて、やばいって、これやだ。これでヘアピン来たら私マジ死ぬと思うんだけど。うわ、砂利。地図に道が載ってないから、次どんなカーブが来るとかがわからないのでね。明神さんこっち、もうこの看板を頼りに行くしかない。谷底に落ちなければどうにかなるかな。このさ、こんなカーブでさ、車来たら本当に嫌だよね。わー、ちょっとコンフォートモードにしようかな。でもいつも使ってないモードで行くっていうのもなかなかちょっと怖い気がするな。車が来ないことを祈ります。いや怖いな、いつもと感覚が違う。アクセルのやり方は良くない。ちょっとマジやばいって。砂利。タイヤが、スポーツモードにした。やっぱり普通に、いつもはスポーツプラスモードで常時走っておりますが、緊張する。あとどんぐらいですか。もう心臓がバクバクなんですが、もうヘアピンみたいな感じ。さっきからもう私一足しか出せないからね。もう、気象レーダー見えた。あそこまで行くんだよ。晴れてきてるんじゃないかな、上の方。わ、今霧がちょうど消えてきた頃じゃない。ナイスじゃない。早く山頂。結構まだあるな。さっきの森の中よりはまだ道が綺麗だし、谷底に転げ落ちる心配もないのでまだいいんだけどさ、やっぱ寒っ。あ、やっぱ雲だ。雲の上に来てしまった。よっしゃ、怖い。あれ林道じゃん。完
全に雲の中じゃん。くっそくっそ、ここまで頑張ってきたのに。あー、いかん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 、曲がり損ねた。もう怖い。後悔しています。運転下手くそ。もう怖すぎてうまく動かせない。わあ、見えた、気象レーダー、頂上だ頂上だ。ガスってる。バイクで走るよ、ビューン。あー来たー。あー着いた。ちょっとおー、こりゃないよ。でもすごいね、雲海が。雲の上だ。あー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 、あれ、まあ本当はですね、ここにね、天空の林道がね、ドーンうね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 ってしてるすごい綺麗な景色が見えるはずだったんです。ギリギリ雲海の中にいるかいないかって感じ。ちょっとこっちにも霧がかかってきてしまったんですが、はい、というわけで天空の林道を眺めるチャレンジ大敗北になりました。空は晴れてるんですけどね、ちょっと下界がね真っ白なので、もうちょっと粘れば霧も晴れてくるんじゃないかなとは思うんですけど、8時半でこれテントの撤収の時間もあるし、何よりねもうちょっと私の心の余裕がもうなくて、もう今回はこのまま下りたいと思います。残念でした。行ってみなきゃ分かんなかったのでね、チャレンジできてよかったです。帰りも何事もなければいいなと思います。慎重に下っていきたいと思います。またね、今度はオフ車を買って天空の林道にチャレンジしよう。そうしよう。雲海がとっても綺麗です。すごい、向こうの山なんだろう。かなり標高の高い山なんだね、きっと。頭が出てるぐらい。うわー、すごい、なんか飛行機の上みたいだね。うわ、雲海綺麗だな、マジで。それじゃあ下ります。バイ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 、明神さん、山頂。うわー、怖えけど雲海綺麗けど林道見れんかったしな。うわ、でも、うおー、めっちゃ綺麗じゃん、すごい。なんか登るのに必死で全然景色とか見れてなかったけど、高っ、いやマジ高い高い、怖い。あ、待って、でもよそ見できん。綺麗と思ったら速攻真っ白になってしまった。あ、やばい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 、ううう、高い。いやいや、怖い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 、ガードレール切れないで、怖い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 、高い。なんで、なんか登りより下りの方が高さがよく分かって怖いです。昨日私天狗岳登って、もう二度とこんな高くて怖いとこ来んって思ったのに。人は同じ過ちを繰り返すのです。これミスってブーンって言ったらさ、はい、さよ、待って、見えてる、なんか見えてる、待って、見えてるよ、なんか見えてるよ、道が、林道見えた。待って、ここに来て、あ、こいつは天空の林道じゃないか。見えたぞ、一瞬。林道さん、こんにちは。うわー、晴れてきて見えました。どんどん晴れてきました。この調子だとお昼まで待っとけば本当に綺麗に見えるんじゃないかなと思いますが、しょうがないですね。いやー、でもすごい、雲海が逆にすっごい綺麗です。天空の林道見えたぞー、やったまで戻ってきました。よかった。めっちゃ怖かった。てかもうね、すっかりもう晴れてて、今
上にいたらすごい綺麗に林道が見れたんじゃないかなとは思うんですが、まあまあ下り途中にいい感じにね、こう雲海とのコラボレーションでさっと見ることができましたし、まあよしとしましょう。まあ、私としてはまたリベンジしたいなと思うところができたので、それはそれで良かったなと思います。はい、今度はぜひオフ車でですね、林道自体を走ってみたいなと思いました。いつになるか分かりませんが、というわけで、じゃあ今からちょっとねゆっくりと撤収して、この後四国カルストに行こうと思います。